ももが売ってる。ということで天下一品の九条吉祥院のとこやってきました。ここね一回潰れたんやけど、なんか持ち帰りできるようになったっていうことを聞いて、お水を足すんですけど、ちょっとまあ様子を見て足すかもしれんけど、とりあえずこのままいきます。もうむちゃくちゃこってりな状態でいただきたいんで。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。あー、桃が売ってる。いやー、今日はねこれですよ。天一で稀に見ない鶏の桃焼き。京都はね、多分ここと数店しかないんですよ、はい、で、テイクアウトです。テイクアウト、こちらとこちら注文しました。なんかね、テイクアウトだけやって聞いたんだけど、ラーメンとライスだけやったらこの1階のテーブルで食べれるみたいですよ。いや、この店ね、持ち帰りだけやと思ったら、店内ではね、ラーメンとご飯だけ食べれるそうなんで、今日は鶏買ったんで家で食べます。京都へ追い出すのミスター京都、アッキーです。ということでね、買ってきたぞ。はい、いやー、もうね、あのね、九条のあの店舗はね、もう一回潰れて、もうどうなったんですかって結構聞かれることが多くて、テイクアウトのみになったっていうことを聞いてたんで、テイクアウトのみになったよって言ってたけど、店内でラーメンとご飯だけいただけるんですよ。はい、でもね、あ、この名物のこのチキン、このチキンはね、持ち帰りしかあかんみたい。これが食いたくてね、行ってきましたよ。はい、いや、ほんまね、あの天一のこってりを使ってアレンジ料理作ろうと思ってたけど、もうこれが置いてたんで、普通に食べようかなっていうことで、そのアレンジ料理はまたいつかします。はい、ということで、今からこってりラーメンとこちらで、晩酌していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ、行ってくるぜ、作ってくるぜ、ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、よろしくお願いします。今日はね、こってりやけど超こってりにするから、はい、よろしくお願いします。はい、作っていきます。そしたらこれスープですね。スープ、これにね、ほんまは 150cc のお水を足すんですけど、ちょっとまあ様子を見て足すかもしれんけど、とりあえずこのままいきます。もうむちゃくちゃこってりな状態でいただきたいんで、はい、もう今日は水を足さないんで、しっかり混ぜんと焦げるんで弱火でいきますけど、ほんでこれ細麺ですね、もう超濃い麺。スープが少ないかもしれんね、そうやしね。はい、これでもうラーメンだりとか全部ぶち込みますよ。そしたら行くよ、超コテコテですよ。もう混ぜんとそこにつきます。超コテコテですよ、これすごいでしょ。もういつもよりかなり濃厚ですよ。ネギ、チャーシュー、メンマ、むちゃくちゃ濃厚、むちゃくちゃやばい。でも入れます、ニンニク、全部入れます、味噌、よし、完成です。超濃厚ラーメンです。はい、ということで完成しました。もう水を一切入れない濃厚スープ、もうこってこってですよ。もうやばい、
これ水入れんと食った方がうまいんちゃうのか。はい。でも 150cc 入れるっていうことはかなり薄められてるんで、どんな味か楽しみですね。このコテコテ。ほんでこちら鶏肉ですね。これが名物ですよ。はい。京都でも数軒でしかいただけない。はい。いや、楽しみですね。超久しぶりです。ということで、食らっていきます。はい。はい。ということでね、久しぶりの、家天下一品そう。このチキンが食べたくてね、今まで俺の動画では紹介したことないんじゃないかな。はい。知らんけど、今日はこれです。オレンジスカッシュ。うまそうやろ。もう基本的にね、ラーメン食うときはビールは飲まないんですよ。悪酔いするんで。いただきます。うまっ。これやっぱむっちゃうまいわ。サントリー7パン、これハマるね。ということでラーメンいきましょう。いただきます。この水を入れないこってりスープ、うん、あー、かなり味濃いわ。それ 150cc 入れてへんねんからね。うん、多分混ぜたらもう混ぜそば状態になると思うけど、あー、うまっ、うまー、天下一品前な。そしたらこれですよ。これが食いたかった。ちょっと料金的にはね、700何本、まあまあいいねするんですけども、昔セットであって、セットでもやっぱ1300円ぐらいしてたんかな。もう忘れたけどね。これが食いたいがためにあの店舗行ってましたわ。まさかテイクアウトで再びいただけるとは。久しぶり。いただきます。まあ、なんとまあ贅沢な。これ思うんやけど、多分天一の返しが使われてるんちゃうかな、味付けに。なんかそんな感じの味するんですよね。うん、うまー。もうプルンプルン。もう売り切れごめんやから、ぜひ皆さん九条買いに行ってください。うまい。多分あとね、カツラにもあったと思うわ。カツラにもあったと思う。感動レベルのうまさです。最高。はい。そしたら麺ですよ。混ぜていこう。もう混ぜそうな状態ですけども。はい。うわぁ、うまそうやな、これ。もう、天一混ぜそばやな。よっしゃ、行くぞ。うまそう。みんなこの食い方マジしなあかんで。うまいわ絶対。こってこって、重い。持ち上がらん、メイクがやばいやばい。行くぞ、行くぞ、メンバーゲームじゃ。うまっ。あっつっ、あっつ。うまいけどね、やっぱ辛い。ほんで麺なくなった。もうこんだけしか麺一気にいってもだ。
もう絡みついてくるから熱っ、熱いけどもう味わってないね。これはやばかったね。もう味変どころの騒ぎちゃうで、いろんなの持ってきたけど、とりあえずするわ。いやもう麺ほぼなくなりましたね。ちょっと一応ね、余分にニンニクとか家でしかできひんことしよう思って胡椒準備してるんですよ。一味麺あらへん麺うんうまっ。うまいけどやっぱ濃いね味がね。うん、でも家やからできる食べ方ですよこれ。うん、チャーシューもうまい。ちょっともうなくなってもだよ。一口でなくなってもだよ。いやー、やらかしもだね。しかしまだ残ってます。楽しみはこのチキンです。もうプルンプルン。うん、うまほんま。あのかえしとね、甘めのタレの味付けでもう中までしっかり染み込んで、むちゃくちゃ美味しいわ。これは高いけど値打ちある。うん、こんだけ大きい鶏のもも肉売ってへんで。うん、鶏肉をつけて、鶏の出汁を鶏肉につけていただきます。うん、最後うまい。いやうまいで。もうこの色を見て、もう中までしっかり出汁が染み込んでるわこれ。うん、絶品。やってもうだな。やってもだわ。もうやっぱり家やからこそゆっくり食いたかったけど、もうとにかくスープが濃厚すぎて麺がもう全部一気に持ち上がってくるから熱いわ、濃いわ。まああのこの食べ方は濃いめの味付けが好きな方はぜひ一回やってみてください。うまいのはうまいです。ただし濃い、はい、でもまあ体に入ったりしたけど、はい、ということで、ずっと気になってた天下一品の九条店ですね、行ってきましたけど無事に営業されてました、テイクアウト専門じゃなく現地でもいただきます、はい、ただしラーメンとご飯だけということです。いやうまかったね。やっぱ天一は最強です。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。ありがとうございました。うまかった。あらっしゃ。